そうしよう。あれ？あれ、うわあ！反射にしては変だよね。それに、なんでだろう、水が全然隠れちゃってる。本当だ。ちょっと行ってみよう。うわ、霧？霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。あそこだけ消しゴムで消されたみたいだね。こんな感じだね。え？え？京介、こんなの見たことあるの？ああ。あの時、京介ちゃんが言ってたのが、これ。ちょっと、元の川だね。変だよね。ほら、僕らこの前図書館で調べたでしょ。その時、京介が言うようなの見つからなかったし。信じてくれるかな。夢でも見たのかって言われそうだよね。大人には秘密にしておいた方がいいよ。こんなこと、なんか怒られそう。そう、そんな感じで。そうじゃなくて、あれ、人が倒れてない？本当だ、大変だ。
喧嘩かな。とにかく行った方がいいよ。とにかく誰かに知らせないと。警察？大声で叫ぼう。誰か電話してくれる。うわ、おはよう。
かった。終わったらすぐに戻ってくるの？あ、国見くん、お出かけですか？あ、そうですか。あ、はい。今国見くん家に向かっていたところだったんです。直接の方がいいかなって思って、それで。あ、すみません。教えてもらいたいことがあって。昨日バスの中でも言いましたけど、そうですね、その教えてほしいのはマージ自体のことじゃないんです。トモヒサの救い方、昨日おとといと2回試してみました。けれどどうしても止めることができないんです、智久のこと。しつこく言ったり怒ったりすれば一応納得したそぶりは見せます。けれど目が覚めても何も変わっていませんでした。はい、じゃあ他の武器って？そう、こんなのはどうでしょう。トモヒサに嫌われるよ。自分の昔を仕向けたら。だってそうじゃないですか。
仲が悪ければいいんですよ。そんな兄弟仲ならわざわざ危険を冒してまで花を取ろうなんて思うはずないですから。どうしてですか？外れているとダメなんですか？じゃあどうすればいいんでしょうね。見つかりませんよ、そんなの。探しているうちリミットが来てしまいます。はい、頑張るしかありません。かもしれないですね。人とのつながりなんて多分微妙なものだと思うんです。ほんのちょっとの変化でそれほど仲のいい兄弟ではなくなるかもしれないです。だとするならそれは国見くんの言う現実に収まっていると思います。そうさせてもらいます。今日だって本当はそういう感じです。それじゃあまた。